さあ続いてはこちら、はい、バーベキュー意外な結末。はい、いろり、はい、私です。どういう思い出ですか？私の家族がアウトドアな家じゃなくて、うん、でもゴールデンウィークにこう家族で頑張ってお庭でバーベキューしようって言って、うん、お肉とかいろいろ準備して、うん、よしやるぞってやったんですけど、うん、結局暑すぎてお家の中でお肉を食べました。醍醐味ですか？醍醐味やんか。そうなんですね、暑くて、うん、バーベキューなんかあれがいいんじゃんな。そう、暑い中ね、ムカムカしてきて機嫌悪くなってきてる。 そうなんですね、その時の思い出の写真があるみたいです。こちら、お肉、美味しそう、ね、すごいいい肉。違う違う違う、いい肉じゃなくて映れよ写真に。これしかない。だけ見られてもみんなの家の写真ない。ないの？普段はあまり家族で出かけることがないという奥田いろは。たまに家族で出かけても写真は結構撮るはずだったんですけど、うん、母に頼んでも後ろ姿しかなくて、なぜか家族で出かけた時の思い出の動画があるみたい。これは映ってるんですかね、みんなちゃんと。さすがに、はい、撮ってるかな。え、結構アクティブな。いろりあれ、はい、あれ私ね、そうそう、弟が助けに来た。短い短い、嘘でしょ。普通登るとこじゃん。なんで降りるとこだ。登るとこ、降りるとこちょっとだけ映して。この時のカメラマン、お母さん。お母さん、もうお母さんに渡しちゃダメよカメラ。お父さんに渡しなさい。間違っちゃってるから。カメラは